今回は8月クロニクル前半にご紹介したんですけれども、またクロニクルの新作と追加なんかも入ってきてますので、そちらの方を紹介したいと思います。はい、まず最初にこちらのジャケット、イブジェンの方を紹介したいと思います。こちらは大きな襟 と、ラグランになってるデザインで、ラインは A ラインになっております。こちらがちょっと特徴的なジャケットになっております。なんかこう大きすぎず、ストンと切れるダブルボタンの、ジャケットなんですけれども、開けて着てもらってもすっきり見えるような仕様となっております。で、後ろは、ワンタック、こちらのボックスになっております。で、開けるとちょっとすっきりするデザインなので、ま、ダブルボタンで開けて着るってなかなか難しかったりするものも多いんですけれども、もうさらっと開けて着たいときにでもっと中が見えるくらいにはなるんですけど、折り曲げてきてもらうっていう感じも着やすいので、ダブルボタンですけど前開きで着ていただくこともできるジャケットとなっております。はい、続いてはこちら の、 ジャケットの中に着ていたシースルータートルの方を紹介したいと思います。こちらはシースルータートルメロンというもので、お色味が黒と白の2色展開を作っております。ちょっとこう綺麗めに使っていただけるようなインナータートルになっておりまして、シースルーなので透け感はあるので、中にキャミソールなんかを着ていただいて重ねてきたりとか、あとはもうほんとインナー仕様なのでワンピースの中に着ていただいて、お袖の部分と首の部分を見せたりとか、なんかそういう着方で着ていただく感じなんですけれども、ほんとベーシックカラーなので、ほんと何に合わせていただいてもとても、便利なタートルになっております。特徴としては首元のところと、袖の部分のこの先に巻きロックがされておりますので、こうスパッと折り曲げて縫われてるタイプではなくって、これもちょっとこうデザインになってきますので、ピタッと着ていただける形となっております。あえてお袖は少し長めには設定しておりますので、ちょっとこの辺でたるませて着ていただくっていう着方なんかもできますので、いろんなインナー使いで使っていただけると、便利なんじゃないかなと思います。あとはご旅行にお持ちいただくのにすっごい小さくコンパクトに畳めるので、プラスアルファで持って行っていただけると、本当長くシーズン通して使っていただけるアイテムになっております。はい、こちらは追加商品となっておりまして、毎回人気のエルドとなっております。まあ、形がほんと綺麗めで、こちらの、お袖の部分のカフスがちょっと長めにできておりますので、折り返して着ていただく形も取れるようなデザインです。折り返すとこんな感じです。いろんな着方、これも今私先ほどのシースルータートルを中に着てるんですけれども、重ねてこんな感じで着ていただいてもすっきり見えるようなデザインで、胸元もこちらタックプリーツになっておりますので、こうギャザーとかとは違ってちょっとこうすっきり仕様となっております。なんかシンプルにクロニクル着たい方なんかにも、襟もシャツ襟なので使いやすいんじゃないかなと思います。こちらも追加商品のトルジェロングの方を紹介したいと思います。小さなちょっと襟が特徴と、フロントのラインにボタンが、小さなボタンがついてるっていうのも印象的なクラシカルなドレスとなっております。これもちょっと気持ちこう A ラインになるようなすっきりしたデザインで、ギャザーとかはこちらはないので、その分ほんとすっきりより見えるデザインでクラシカルな印象になってるんじゃないかなと思います。人気があってリピートしている商品に関しては、いろいろバージョンアップしておりまして、デザイン的にはほとんど変わらないんですけれども、細かい仕様なんかがさらに良くなってますので、その辺も踏まえてまた追加商品なんかも、見られてみてください。はい、続いてはこちらのミモベストですね。こちらに関しては、インスタ動画の方での企画商品となっておりまして、数量限定、販売期間限定、予約販売のみなんかとなっております。詳しいことに関しては、また来週、いろいろ紹介していきたいと思います。そんなちょっと新しい企画の方も今進んでおりますので、この辺もちょっとお楽しみにされてみてください。
一応発売は9月8日と決まっておりますので、発売当日にはインスタライブの方でも紹介していきたいと思いますので、ぜひチェックお願いします。はい、今回はクロニクル第2弾と題しまして、新作のジャケットなんかを紹介していきました。こちらのシースルーのタートルも本当に伸び感もとてもいいので、ぜひ着心地も試されてみてください。あとこちらのミモベストの方もまた詳しく紹介していきたいと思いますので、この辺もぜひ楽しみにされていてください。今回もご視聴の方ありがとうございます。